森田英夫は、日本の元実業家、森田アセットマネジメント株式会社代表取締役会長等を務めていた。ジャパンフード&リカーアライアンス株式会社代表取締役会長、森田株式会社取締役名誉会長、CEO などを歴任した。岡崎由紀の元夫、森田昭夫の長男、第16代森武当主、東京都出身。芦屋大学卒業後、CBS ソニー入社。エピックソニーを経て、霊慶社長、森田株式会社社主、ジャパンフード&リカーアライアンス株式会社会長、財団法人林慶学術財団理事長、財団法人、森田国際教育振興財団理事長、株式会社、森田トラスティプレジデント等を歴任した。1978年に、岡崎由紀と結婚するが1981年に離婚。1985年にソニー退社。出井伸之のいとこの娘と結婚し子も設ける。一族の保有する潤沢な資産を活用して様々な事業を行ってきた。1993年には新井リゾートを開業したが初年度から経営危機になり、このため1994年には一族の資産運用会社霊慶が所有するソニー株の一部から約230億円を拠出。それ以降もコロラド州の大規模スキー場買収や F1 エンジン企業アジアテックへの出資などを手掛けたが、ことごとく失敗した。これらの失敗と贈与税の追徴課税65億円を受けたこともあり霊慶は保有する。ソニー株のすべてを失い2005年には解散した。こうして森田に残されたのは一族が江戸時代から営む酒や味噌や醤油などを製造する家業のみとなり、2003年に老舗の丸金中友を傘下に収め、持ち株会社ジャパンフード&リカーアライアンスとしたが、業績は低迷。このようにして失われたソニー株は一時は資産価値が合計2000億円以上にもなるという規模であった。森田株式会社から分割され、森田が代表取締役社長を務めていた資産管理会社、森田アセットマネジメントは2001年創業の株式会社ヒマラヤ東京というパンメーカーに出資していた。ヒマラヤ東京は2005年甲虫王者、虫キングのカードが入ったパンを発売するという。食品と虫の組み合わせというタブー破りでその名が広まった。だがこれが失敗に終わり、ヒマラヤ東京は2007年に破産、創業者は億円単位の資金不足の埋め合わせのために2006年に行った詐欺のため2010年に逮捕されることとなった。2013年には理事長を務めていた2つの財団が資産運用の不透明を理由に新制度になった。公益法人に移行できなかったため解散。2015年11月、会長を務めるジャパンフード&リカーアライアンスは、森田が運営している森田フードサービスに対する貸付金の回収処理などに疑義があるとして、会長の取締役退任が適当であると発表した。12月9日には、ジャフラと森田の取締役を辞任している。本業のほか、特定非営利法人グローバル、スポーツアライアンス、特定非営利活動法人ハンズオン、東京などの理事を務めるほか、世界の絶滅危惧種の鳥1200種の数だけ会員になれるという慈善団体レアバードクラブへの入会の際には、アホウドリを選んだ。ありがとうございます。